車内5002のナンバープレートとアルナ車両のプレート車体前面と側面の行き先表示。伊予鉄道も箱線軽電車は2017年に登場した伊予鉄道の軌道専用電車である。2002年登場の2100型に続く超低小型 LRV として2017年9月に2両が登場した。2019年1月に追加で2両、2020年2月に 追加で2両、2021年2月に追加で2両が導入されている。2021年度まで年度ごとに2両ずつ、第10編成までは導入することが決まっている。2100型に引き続き、アルナ車両のリトルダンサータイプ S が採用されている。これは従来車と同様の車軸付き台車を採用するものの、それらを車体の両端に配置することで、 可能な限りの低床化を図るもので、台車上となる高床部分には、運転台と4人掛け座席及び運賃箱が設置されている。2100型から車体寸法及び車内通路幅を拡大し、合わせて乗降扉に外釣りのスライドドアを採用したことなどから、車両定員は2100経営の47名から60名に増加した。また、 この乗降扉には開閉予告灯を設置し、乗客に対し乗降時の注意を喚起している。構え体は普通構成溶接組み立て方式を基本とし、前頭部及び屋根追い部に FRP 製カバーを設置している。車体デザインは乗ってみたくなる未来型流線型デザインをコンセプトとし、前面には三次元局面ガラスを用いて丸みを強調している。車体塗装は、 同社が2015年に打ち出したイオ鉄チャレンジプロジェクトの一環として保有する電車、バスに採用の愛媛らしさを表現したオレンジ色を基調とした。行き先表示には同社の鉄軌道車両としては初となる LED を採用しており、外国人観光客向けとして英語表記にも対応する。内装は白と黒のモノトーンで統一されたカラーリングを主とし、 座席は従来車と同様の前席、ロングシート配置ながら、統計式での改良点として中央部には、スタンションポールを設置している。さらにバリアフリー対応として、2100型と同様に、車椅子スペースを設け、上行口床にはスロープを内蔵している。このスロープ部の床面にはセンサーが設けられており、スロープを収納していない場合は、立行操作ができない。また、 車椅子スペースには収納座席を設置し、車椅子の利用がない場合は、通常のロングシートとして使用することが可能である。その他、中吊り広告を廃止、新たにデジタルサイネージを導入したこと、及び、照明装置にはフラットタイプの面発光 LED を採用したこと、並びに Wi-Fi 機器を搭載しており、無料インターネット接続サービス、 愛媛フリー Wi-Fi を提供していることが特色である。台車は住友金属工業製の FS-95A を採用している。この台車は2100型とほぼ同仕様の車輪計 660mm、機関線 67mm の車軸付きペデスタル式で、これに主電動機として出力 60kW の3、消化後型誘導電動機を走過し、 td 次手を用い駆動させている。なお、伝送品に関しては、こちらも2100型に引き続き、先に述べた、主電動機を含め、主に東洋電気製造製を使用している。特筆される点として、VVVF 制御装置と補助電源装置を一体化し、小型化を図った C ピーク装置を設置したことが、挙げられ、これによって捻出された屋上スペースを用いて、 2100型では床下に設置されていた空気圧縮機を屋上へと設置し、車内空間の拡張を図っている。CCPU 装置と並んで屋上に設置される冷房装置は出力2 4 5キロワットの屋上集中式である。ブレーキは多段階制御方式の電気指令式ブレーキに加え、空気ブレーキを併用する電空強調制御を採用し、常用7段。 非常、保安ブレーキを有している。また、デッドマン機能もついている。2017年9月21日より営業運転を開始した。運用は、主に3系統、5系統と朝、晩の出荷入庫時の小町延長運転のみだったが、2020年3月31日に2系統環状線で営業運転を始めた。初運用は5001。また、 同年4月2日に一系統環状線で営業運転を始めた。初運用は5006。現在は本朝線以外の全線で運転をしている。5001の運用開始日、イコール2017年9月21日5002の運用開始日、イコール2017年9月22日。ありがとうございます。